皆さん、こんにちは。大家兼不動産屋のひろたです。今日はですね、仙台の山先生とですね、税金にまつわるいろんなお話をお伺いしていきたいと思います。今日の話題はですね、ちょっと面白い記事が出てましてですね、うんこ税金ドリルにっていうちょっとニュースがありましたですね。どうも、数年前ですかね、うんこドリルってなんかね、ちょっと流行しましてね、この辺についてちょっとお話ししていきたいと思いますけど、どんな内容なんですかね。いやもうこれね、すごいですね。財務省諸税局が、もう著作権料を払ってですね。これはお金ね、かなりかけてるんだろうなって勝手に推測しますけど、私は税理士会でもですね、総税教育推進部長とかもやりまして、日本税理士会連合会でテキストを作ったりとか、やっぱりね、そのキャラクターを使うとかっていうのは結構お金がかかっちゃうんで、手作りでうちらなんか作ったんですけど、いや、これ主税局さんがしかもこうやってね、やってくるなんてのは本当、すごいなと。まず、こういうのを作ったっていうこと自体がまず驚きだっていうのが一つなと。るほど、なるほど。まあまあね、流行りもんのキャラですからね。本当そうなんですよ。もともとこれ、小学校とか中学校で税金のね、租税教室とか受けたことある人は見たことあるかもしれませんけども、マリンとヤマトってね、国税庁がね、アニメ作ってたんですよ。で、なぜって声優が野沢雅子さんをメインキャラで使ってるっていうね、野沢雅子、まさ僕こらさのん。世代だと、銀河鉄道999の星野鉄郎ですけど、若い人だと、ドラゴンボールのなんか主役の子ですよね。そうですね。もうそういうね、もう一流の声優を、だってこれがまた、国税庁がね、そういうの作ったのは昔あったんですけど、いや、この、その上の財務省がね、いや、これはすごいなと、親思い玉までしすたけどね、ね。まずね。ただまあ、内容な言葉で言うとですね、やっぱり、まあ、どうしても、税金っていうのが、やっぱどうしても必要なんだよと。で、税金がない世界とある世界と比較すると、やっぱりない世界は大変だねと。だからやっぱり税金大切だよねっていうのが、まあ一応、趣旨なわけですよね。まあだから、まあもちろんいいんですけど、結局税金がないとこんな大変ですよとかっていうのは、まあ正直言うと、小学生とか中学生が見ると、だって怖いとかってどうしたらいいんだろうとかってなっちゃうとね、ちょっと、あれなんだろうね。ちょっとその辺は考えようではあるんですけど。まあ、ただね、どうしても税金っていうのはやっぱ大切なんだなって分かるのは非常にいいのかなと思いますそうわ。ですね。これってやっぱりダウンロードできるみたいです。やっぱ学校とかそういうところで使ってほしいみたいな思いで作られてるんだね。ああ、もう間違いなくそうですよね、これは。だから実はね、日本税理士会連合会でも、租税教室用のテキストっていうのはあるんですよ。電子メディアのパワポなんかもあって、ダウンロード無料でできるんですけど、まあ僕らが作ったのは小学校、中学校、高校。あと高校でも商業高校の元専門的なやつとか、そういうのあるんですけど、逆に言うとそういうのもちょっと見てもらうと、我々はね、やっぱりもちろん税金大事なんだけど、なぜ税金って大事なんだろうなとかっていうのをちょっとこう、深く作ったりとかしたんですね。で、ちょっと高校向けなんかですと、例えば、福沢諭吉、この人がね、言ってるんですよ。明治の段階で、もう税金っていうのは、国がね、国は我々の権利を守んなきゃいけない。でもお金が必要だ。それを負担するのが我々の税金だと。だから逆に言うと我々はそれをちゃんとね、使ってくれるように、こう、政治家選ばなきゃいけないかっていうのをね、もう明治の段階で福沢諭吉先生なんて言ってるわけです。だからそういうのをちょっと学問的にやったりとか、小学校、中学校なんかですと、今、憲法教育とかっていうのが非常に必要になってくるんで、そういうのに絡めて、日本国憲法の中でも、まあ、税金っていうのは取り扱われてますから、義務とかって書いてあるけど、それだけじゃなくて、これ大事なことなんだよっていうのは、まあ、我々もそういうの目線で、ある意味民間目線で書いてたりとかもするんで、比較して見てもらうと面白いのかななんていう、まあ、ぜひ大人の方にもですね、こういうの見てもらうといいのかななんてそう本当で思すいますね。ね。ご覧になってるね、大家さんなんかもですね、お子さんも、お孫さんだったりするかもしれないけど、お子さんと見るのもいいですけどまあも、いいですね。まあね、大人もね、まあ節税したりとかです。いや、税金って何だろうって考えればいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにあれなんですよ。国民のね、例えばほら、納税の義務ってありますけど、憲法で義務って書いてる国って、アメリカとかイギリスとかフランスは義務じゃないですからね。そうなんですか。あれは憲法とか書いてないですから。義務って書いてあるね。日本とイタリアぐらいのもんで。そうなんあと有名なところだと、ロシアとかね、中国なんかは国民の義務だとかっていうんだけど。だから逆に言うとアメリカとか、フランスとかイギリスは、
税金は国民を納めて当たり前だから、さっき言った福沢諭吉先生の話じゃないですけど、結局国を支えるのは我々国民だから、我々の権利を守るために当然でしょっていう、いやだから外国は逆に脱税はすごい罪重いんですけどね、逆に言うと、ね、あ、なるほどですね。なんかそんな感じのやつなんかも、テキスト、あの、ぜひ、あの、日税連の日本税理士会で、テキストをご覧いただくと面白い、ね、まあ。概要欄にリンク貼っときますけど、まあ、うんこドリル編もいいですけど。あ、これもね、面白い、ね、面白いなと思って。ぜひご覧いただいて、ね、税金についてちょっと考えてみるというのもね、一つの機会になるかと思いますんで。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。